さん、おつはるまるです。はるまるです。チャンネル登録よろしくお願いいたします。今日は私の大好きな約束のネバーランドお話ししたいと思います。今週号の週刊少年ジャンプの約束のネバーランド第142話で明かされた真実をもとに考察と私の解釈をお話しいたします。ここから先はちょっとネタバレが多いんですけど、もしまだ見たことのない人はどうぞ見たことのある人は一緒に考察と解釈を、そしてもしこの動画を見て私はこういうことを思ったよとか、僕はこういうふうに思いましたなどありましたら、ぜひコメント欄の方でコメントしていただけたら幸いです。どうぞよろしくお願いします。第142話の方でとうとう1000年前の約束という題名の通り、1000年前の約束がね、分かりました。今日はそのことではなくて、リーダー陣、1000年前の人間のリーダー陣がなんか主人公たちに似ているなって私思ったので、そのことを発表します。6人のねリーダーの人たちが出てくるんですけどね、順番に言うと1人が一番なんか仲間思いでみんなのことをみんなも慕える頼りになる人、男の人なんですけど、そして右横にいるのが、黒髪でおでこを出してて、目の下にあざみたいなのがある人。これよく見て、もう絶対さ、もうエヴァの髪の毛じゃんこれ絶対。で黒髪の人は絶対レイでしょ、絶対レイだよという感じだよ。なんか今の主人公、そしてリーダーの顔とか特徴にそっくりなんですよ、1000年前のリーダーたちが。多分これ作者の思惑というか絶対入ってると思うんですけど、で下にいる女の子は絶対ギルダの祖先かなって思うし、これは女の子だからっていうそれだけの推測なんですけどね。で左の黒人の方は絶対これはドンでしょで真ん中に写っている方、真ん中に写っている人が名前、この人だけ名前が分かっていて、ユリウス・ラートリー、ラートリー家の第一当主なんですけどね。今までずっと出てきたラートリー家の中の最初の当主になる人。そしてその肩、背中のここにはミネルヴァさんがずっと紋章にしていたフクロウがいるんです、なんですけど、ノーマンかなって思うんですよ。このユリウス・ラートリーってどんな人かというと、鬼と人間がお互いに争っていて戦争していた時に、その時からずっとこのラートリーさんは一部の人間置いてこうって言ってたんです。でも他のみんなが、いやそれはちょっとみたいな、やめようみたいな、そんなこと言うのやめなさいみたいな、まあ、もっと違う言い方をね作中ではしてるんですけど、否定するんですね。第141話の最後にラートリー家の軍隊が鬼に全滅させられてしまって、もう絶対絶命の時にラートリーさんはね思うんです、もう疲れた、もう疲れたよ、もう俺疲れたってなるんですよで鬼とある怖い契約を交わしてしまいます。それがずっと思ってたこと、仲間からずっと否定されていたこと、そう一部の人間をお土産として置いていって、自分たちが違う世界で暮らす、もう鬼と人間の狩りはしないっていう約束を結びたいってことを言い出すんです。第142話ではそれを仲間にね、まず控えめに言うんですよ。みんなはねもう正義感強いね、みんな他のね5人もめっちゃ正義感強いんで、それは違うみたいな、それは本当の救いにならないし、それは本当の勝利にならない、平和にはならないと、だから拒否するんですね。それもうそしたらねラートリーさんはねもうすごいねもう剣を変えてね、もう鬼側についてしまってね、みんなのことを裏切るんですね。で最終的に最初の食用時、このリーダーたちの子孫ということになったんです。そしたら辻褄があるんですね、まあ、多分これ似せたのは多分作者の思惑だと思うんですけど、ノーマンがもしラートリー家だとしても、まあピーターラートリーに実験に携わってくれって言って生かされたっていう部分もなんとなく納得できるし、ミネルヴァさんを語ってるっていうのもなんとなく、ノーマンは頭がいいんで自分がラートリー家のもしかしたら末裔かもしれないっていうのももしかしたら思ってたのかもしれないし、で今のところノーマンは一人で
鬼を絶滅させたいし、エマたちは食用時も解放したいけど鬼もあの鬼たちの世界で暮らしてほしいっていうことを言ってるので、ノーマンと他のみんなのねやっぱ思いが違うってところも1000年前のリーダーたちとね今も一緒なんじゃないかな、これを比較させてるんじゃないかなと思ってます。第142話の最後にとうとうエマがね、まあ、鬼の神様に願いを言うんですね。食用時全員で人間の世界へ行きたい、それを最後に二世界間の行き来を完全に不可能にして、この二言を神様に言うんですね。そして最後ご褒美、絶対に断れないご褒美を何を言われるのかというところで第142話終わっています。多分ここからは考察というか予想なんですけど、この神様ね第141話だったかな、第140話だったかな、あのエマのことをね、君は美味しそうだねって普通に言うんですよ、君は美味しそうだねみたいな、ナチュラルに言いすぎてちょっとゾッとするような感じで言うんですね。だから私本当に最悪だけどエマのこと食べようとするんじゃないかな、誰でもそれ思ってると思うし、それが一つで、二つ目はなんかあの神様って気まぐれさんで子供みたいに無邪気な子なんですね。だからただ食べたりとかただ亡くなったりとかはしない。第142話のラートリーさんに対するご褒美は君は門番をしてって言われたんですよ、その二つの世界ずっと見ててって。ラトリーさんにとってはあの殺された方がマシだったんですね、仲間を裏切って自分だけいい思いをしてもう思い残すことはない、本音を言うと心は痛いから殺してほしかったけどそれを許さなかったというか、それを簡単にさせなかった神様、これもしかしてエマのことをすぐに殺すことっていうか食べようとしないのかもしれない。ただね、エマとレイとノーマンはグレースフィールドの中での、特徴なんですよね。125話でノーマンとギーラン卿が嘘つきの同盟を交わす時にギーランが言ってるんですけど、グレースフィールドの特徴3匹は王の御前にも並ばない神様の御前だと。もしかしたらやっぱ食べるんじゃない、食べようとするんじゃないか、でも食べられたら多分終わっちゃうのでただ食べるだけじゃないと思うんですけど、めっちゃすぐ見たいけどちょっと怖い、見るのが怖い、来週が怖いっていう感じの春丸です。ただ一つ思うのは6人いるんですよね、このリーダー、ノーマン、エマ、レイ、ギルダ、ドン、このおっちゃん誰これ誰誰、マジで誰マジで誰か分からへん、本当にこれ誰、これ誰か思っ、これ誰誰やろ、それだけが謎です。もしまだね見たことがないって方は Amazon プライムの方で見れるのでぜひ見てください。というわけで今日の動画は終わりです。バイバーイ、またね。